Hello， 大家好，继续同大家玩从零开始的异世界生活，虚假的皇选后补，希望今集有战斗玩下啦。三つの治癒，体でけえ、肌硬え、顔怖え。本当，子供みたいにはしゃいじゃって。嗱，话晒初嚟报道都算系一个大乡里嚟嘅，好正常。はしゃぐスバル君、かわいい。エミリア様もそう思いませんか？可愛いは可愛いと思うんだけど、レムもすっかりスバルに影響されちゃったのね。睇下几冇天理，就算主角点样大乡里，佢哋都会话可爱噶。やばい、すごい感動がある。今俺は超ファンタジーしてるんばらわ。如果话埋出嚟就好啊。治療はとても賢い生き物なので、言葉は通じなくても大体の意思は通じます。だから扱いも丁寧にしてあげないとダメですよ。尻尾で殴られる前に教えてほしかったな。あら、まだいたのバルス。来たな姉様。にしても屋敷に残るのが姉様で大丈夫か？ベア子たちの食事事情とかさ。分かってないわね、バルス。人は3日や4日食べなくても死なないものよ。哇，还懒到咁样。自炊する気ねえな姉様。ところでロゼワールは見送りに来てくんないのか？ベア子の姿も見えねえし、薄情な奴らだ。あら、まるでラムがバルスの見送りに来たみたいな物言いね。え、違うの？レム、気をつけていってらっしゃい。エミリア様を頼んだわよ。はい、もちろんです。エミリア様もどうかお気をつけて。ありがとう、ラム。そしてからの、会有咩衰嘢要讲呢？はいはい、そうでしょうよ、だと思ったよ。別に全然気にしてないけどね。好啦，都系唔使讲啦，唔该晒。ああ、そうそう、バルスにも言っておくことがあったわ。何かあったら玉よけぐらいにはなるのよ、おとりとしての才能は。ええ、それだけは認めてあげるわ。都算是一个用途嚟嘅吓。俺もうちょっといいとこあるよきっと。仲有碧翠丝，不如唔好走住啦，揾揾佢先。あれってベア子か？なんだよ、あんなとこから見送りか。素直じゃないやつだな、ったく。おい、咁簡單噶咋。なあ、こんだけスピード出てるのに御車台とかむき出しでレム平気なの？振り落とされたりは心配してねえけど、ボートに着く頃に髪の毛とか服とかビシバシ乱れてね。龍舎は加護に守られてるから、そういう心配はいらないわよ。加護？そう、加護。命が生まれた時に世界からもたらされる福音のこと。いろんな加護があるから一概には言えないけど、その種族に必ず与えられてる加護っていうのもあったりするの。チリューの風よけの加護もその一つなのよ。徐風加持、チリューがかけてる時、風の影響や抵抗を一切受けない。そしてその加護につながれた龍舎に対しても影響を与えるの。だからこの龍舎も風の影響を受けてないってこと。そしてそれは外のレムも同じってことか。よくできました。じゃあ俺はねえ、エミリアだ、俺には加護とかないの？哇，你个轮回能力都好劲噶咯。言い難いんだけど、加護を持たずに生まれてくる人の方がずっと多いの。それに加護持ちは誰に言われなくても加護を知覚しているものだから。ちくしょう、ダメか。いや、わかった。エミリアタンに出会えたこの奇跡こそが世界が俺に与えてくれた加護みたいなもんだね。まあ、口花花技術都是一个加持嚟嘅，我谂。はいはい、オートまでは6時間ぐらいかかるから、いい子にしててね。太好了，可以对住阿艾米莉亚6个钟。エミリアタン冷たい。
スバル君、御所台の方に来てはいかがですか？ここからの景色は見応えがありますし、レムも話し相手になってあげられます。係唔可以過去駕駛台望一望呢？ではエミリア様、一度止めてもよろしいですか？地流がまた走り出すのに少しかかりますが。慢慢長程先。時間がかかるってどうして？カゴって万能じゃないの。地流の風よけのカゴの場合、中断すると再展開するのに少し時間がかかっちゃうわ。まあここで少し早めの昼食にしてもいいとは思うけど。それはさすがに申し訳ねえな。エミリア様、スバル君、こちらに急接近してくる竜車があります。よきね、追撃我哋。そこの方々、助けてください。盗賊団に襲われて緊急事態なんです。いや、戰鬥了。隻ゲーム講了咁耐嘢，係咪有得玩下呢？エミリア様、いかがいたしますか？もちろん話を聞いてあげなくちゃ。レム、速度を緩めて。話を聞いてくださってありがとうございます。僕は夫を数円、しがない行商人をしているものです。実は旅の最中、盗賊団、夜の盗賊団と遭遇してしまい、積み荷を奪われてしまいました。夜の盗賊団？近頃勢力を拡大していると噂の盗賊ですね。まさかロズワール様のお膝元まで近づいていたなんて、不覚でした。それでオットー君はどうしたいの？積み荷のことは残念だけど、私たちにはどうにもできないから。あ、いえ、もちろんそれは自己責任です。それを何とかしてくださいとは言いません。ただフォーマー就算了。但他有什么要求呢？ただその盗賊団に僕と一緒にいた他の行商人の方々が捕まってしまったんです。原来要救人な。僕は隙をついて逃げ出すことができましたが、他の方々はまだ盗賊団の脅威にさらされています。とレムはスバル君やエミリア様を無事に王都へ送る役目があります。ですからはっきりとは申し上げられないのですが。まあレムの気持ちもわかるんだが、そりゃ無理ってもんだろ。そうかもしれませんね。それはどういう。ねえオットー君、私たちは今王都に向かってる途中なの。すごく大事な用事があって、だからオットー君の知り合いの人のために予定を変えるのは難しいの。だけど。但系艾物利亚会有咩借口呢？夜の盗賊団だったか。それが王都に行く途中の道にいるなら、俺たちがごっつんこするのは仕方ないよな。阿卯就好醒目啦。总之咧，帮人都系为自己啫。私もそう思うの。だからたまたまの偶然で仕方ないって。それはつまり。オーケーだ、オット。エミリアタンは盗賊団に襲われてるお前の仲間を助けてくれるってさ。レムもいいよな。仕方ありません。レムもエミリア様のご判断に従います。ごめんねレム、寄り道することになっちゃって。いいえ、盗賊に襲われている方々を見殺しにできるエミリア様ではありませんから。てわけだ、おっと。その盗賊のいるところまで案内してくれ。言っとくけど、俺以外のメンバーはすげえ戦力になるぜ。すごいありがたいんですけど、それを言う自分に疑問はないんですかね。どうしたんだこの乗り心地。仕方ないわよ、風よけのカゴが切れちゃってるんだもん。もうちょっかーちや。にしたって落差が激しすぎだろ、カゴすげえな。喂阿卯、乘機撞埋去啦喂。咁真。哎呀。冇呢个剧情添。それでその盗賊団ってのは何人ぐらいいるんだ？すみません、はっきりとした数までは。ただ
少なくない手勢だったのは事実です。そうか。ちなみにお前の仲間の商人は戦力として数えて大丈夫そうか？みんな商人ですからね。命じたことはできたとしても武装した盗賊相手に戦うのは厳しいかと。竜舎には積み荷を満載していますから、速度を出して逃げるのも難しいでしょうね。おいおい、駆けつけたはいいがもう手遅れってことはねえよな。あ、いえ、それはないかと思います。彼らも行商人の命が狙いじゃありません。主人を殺せば竜舎を引く知竜が言うことを聞かなくなります。それでは彼らも積み荷を持ち出せない。要留返啲商人嘅命。哦，原来咁样嘅。荷物を運び出す算段がついたら、その安全も保証されないか。幸い彼らは僕が抜け出したことには気づいていないはず。今なら攻撃されると思っていません。そこが狙い目ってわけか。やれやれ、勝つための細い糸って感じだな。で、連中がいるのがこの街道の先か。地形とかはどうなってるんだ？状況をできるだけ詳しくお願いします。情報が多いほど戦いは有利になります。そうですね。街道の先には橋がかかっています。その橋を渡ったらみんなが捕らわれている場所まですぐですね。その人たちに危害が加えられる前に盗賊団をやっつけないといけないのよね。それはそうなんですが、それだけではなく、手前に細い橋がありまして、それがかなり細い橋なんですが、竜舎が1台ギリギリ通れるほどの幅しかありません。ここを彼らに抑えられるとかなり苦しい展開になります。なるほどね。橋は死守したいとこだな。で、他に抜け道とかねえのか？少し手前にもう一つ橋があるはずなんですが、どうやら盗賊団が先回りして道を塞いだようで、荷物が散乱して通れないんですよ。荷物が散乱か。でも逆を言えば、その橋を使えれば連中を出し抜けるかもってことで間違いないか。首先要執貨先、唔通？もし通れればその可能性は高いですね。ただかなり難しい手だと思いますよ。总之有两条路嚟噶。まあ、そっちの案はできればラッキーぐらいに思っておいた方が良さそうだな。あと何か情報はねえかな？言っておかなきゃいけない言い忘れとかは？そうですね、もしかしたらあれが使えるかもしれません。危険は伴ってしまいますが。仲有一样嘢有风险嘅。あれってなんだよ。リスクがあってもリターンの方が大きければ使うって選択肢も十分ありだぞ。有危机有机。火の魔鉱石です。盗賊に追われている途中で仲間の荷台から落っこちたんです。あれにはヒヤヒヤしました。輸送用の箱に入れて刺激が魔鉱石にはいかないようになっていますが、もし爆発してたら僕たちはおしまいでした。在这个世界火之魔矿石就等于炸弹，如果咁即系可以当手榴弹咁用喎，一间。なるほど、確かに火の魔鉱石は盗賊と戦う武器にはなりそうだな。投げつけて爆発させりゃいいんだろ？そうですね。でも扱いが難しい代物です。誤って爆発させてしまう危険がどうしてもついて回りますが。リスクは承知の上だ。俺はまずその火の魔鉱石を探してみるよ。で、おっと、他に荷台から落ちたもんとかねえか？じゃあもう美女が跌落来や。確かに急いでたんでいろいろ落ちたとは思います。荷台に堀棒を積んでいる竜舎もあったと思いますし、可能性はありますね。堀棒？ああ、シャベルのことか。即原来有多道具可以執到啦。なるほど、わかった。とりあえず使えそうなものは手当たり次第に探してみるしかねえな。スバル君、レムはどうしましょう？要个女仔帮我哋执嘢咁粗重。レムは小細工必要ねえだろ。盗賊なんかに負けねえもんな。耍花招？唔通要運用女仆装？はい、スバル君のレムは盗賊なんかに負けません。さすがだ。じゃあレムは手当たり次第にぶちかませ。でも危なくなったら逃げるんだぞ。わかりました。スバル、私はどうすればいい？
私も悪い人たちになんて負けないわよ。エミリアさんは唔使佢出场啊。哎喂，终于有选项。在过程中我们发表意见的分歧点，组合之前收集到的道具和情报就可以变成意见，那就会影响之后的任务发展的。但是第一场没得选啊，虽然有两个 option 都是要他帮手。エミリアさん、それじゃあ手伝ってもらっていいかな。危ないことしないって条件付きで。要帮手但不要冒险，有咩事我哋挺身而出啦，横掂都可以轮回嘅。危ないことしないって、それはスバルでしょ。私よりずっと無鉄砲のくせに。それ言われると弱いけど、でもエミリアさんだって相当だぜ。もうそんなことありません。ね、パクからも言ってあげて。我觉得系揾阿帕克出嚟打好过咯。難しいこと言い出したね。スバルの言い分もわかるから。僕からは何も言えないかな。パックまで味方してくれないなんて。まあまあ落ち込まない落ち込まない。ともあれエミリアさんのことはいざって時は頼んだぜパック。分かってるよスバル、リアには僕がいるから大丈夫。てわけで次だが、夏希さん、僕はどうしますか。お願いした手前できることはさせてもらいますよ。そうだな。さて、オットーに頼むことは。再来有 option 啦。今次一定要拣支援艾麦里亚。それじゃあオットー、エミリアさんの援護をお願いできるか。本当なら俺がやりたい役目だが、ちょこまかと細かい仕事が俺向きなんでな。援護でしたらお任せを。夏希さんも十分注意してくださいね。ああ、分かってる。お前も注意しろ。エミリアさんに近づきすぎるのは禁止だから。あんた、援護って意味分かってますかね。俺の体が二つありゃ、エミリアさんを援護しつつ他の仕事もこなせるんだけどな。もう、変なこと言わないの。だいたいスバルが二人もいたら大変じゃない。喋り疲れてクタクタになっちゃう。え、そう？俺はエミリアさんが二人いたらすげえ嬉しいけど。え、呢一句我都認同。いや、待てよ。エミリアさんが二人いたら、俺も喜び疲れて死ぬ気がするな。又諗埋啲衰嘢啦。レムはスバル君が二人いても全然大丈夫ですよ。どちらも区別せず大切にできます。聽雷武幾有承擔。大丈夫なんですか。こんな無駄話してて。これから僕たちは盗賊と戦うんですよね。大丈夫なんじゃないかな。いつもこんな感じだし。いつもこんな感じなんですか。喂，你上得呢架车就信我哋嘅喎。奥托。大丈夫だ、オット。俺以外はみんな強い。表面上最差系矛，但系佢有招最强嘅点死都唔怕嘅技能。いまいち不安は拭えませんが。わかりました。とにかく僕はエミリアさんの援護役で。よろしくね、オットー君。はい、任せてください。って言えるほどの実力ではないですが、お役には立てるはずです。オットー、そろそろ現場に到着するか。はい、逃げた皆さんが向かったのはこの近くです。よし、それじゃあ一丁やってやるとしますか。终于可以战斗啦。嗱，黄色计量表就系我哋行动嘅力量嚟嘅，绕过咗啲人，调查呢度先。跟住要去阿雷姆嗰边支援下佢。レム、大丈夫か。大丈夫です、スバル君。スバル君は無理をしないでください。他に俺がやれることは。ん？
喺战斗途中可以选择同角色倾偈，有机会攞到道具。而家去揾木箱，佢哋已经到桥啦。其实我哋系咪要攻击咗先呢？許さないんだから。哎呀，我咪你阿已经打紧啦。不过我哋嘅战斗力应该就唔系话咁高嘅啫。照调查啦。夫が言ってた火の魔鉱石はきっとこれだな。喂，揾到啦。多分これが火の魔鉱石だよな。いかにもって感じで赤く光ってるし、間違いね。あいつらに見つからず投げつけられそうなポイントは。じゃあ我嚟对付啲盗贼嘅。佢哋都桥。レムが相手です。打佢背脊。使用。吓，咁唔得噶。要去呢度啊，嘥咗一弯啊！呀，やってありますよ。喂，有啲唔 make sense， 我喺佢隔篱都唔打我嘅。都总算行得到。よし、ここで満を持して火の魔鉱石を。唔系喺度爆啊话喂！搞错啊！体が熱い、息が。哎呀！呢个游戏战斗第一次死亡啊！エミリア。前が真っ白だ。何も聞こえねえ。レム、魔鉱石が爆発したのか。赤く光ってたな。そういうことだったのか。おっと、みんなは大丈夫か。爆発に巻き込まれてなきゃいいけど。エミリア、死にたく。喂，唔使惊喎，死咗仲好啊！讲真，エミリア死にたくね。エミリア、俺の意識はそこでぷっつりと途切れた。我觉得意识快啲中断好啲咯，如果唔系有排痛。逃げた皆さんが向かったのはこの近くです。翻翻嚟喺龙车上边。夏希さん、スバル大丈夫？顔色がすごく悪い。都算系咁噶啦。如果你话又要翻去几日前有排讲啊只 game。スバル君、大丈夫ですか？スバル君。啱啱炸到散晒，而家都算 OK 嘅。スバル、安心して。大丈夫、大丈夫だから。エミリアさん、石が、赤い石が、それで。スバル、怖い夢でも見ちゃったのかな。其实经过咁多次轮回都心里有数啦，应该系嘛。ああ、夢ね。確かにちょっと怖い夢見ちまったかも。ええー、夏希さん眠ってたんですか？目。開いてましたよね。俺ぐらいになると目を開けたまま眠れんだよ。どうだ、恐れ入ったか。发白日梦啊，话自己。そこ威張るところですか。まあ気にするな。安心して俺たちに任せてくれ。唔好有啲发光嘅光线。本当に大丈夫ですか。なんだかすごく不安に。いや、マジ大丈夫だから、ほんと安心してくれ。そんなことより、もうすぐ現場に到着だろう。他に話しておくことはないか。僕からはありません。スバルが大丈夫なら、私はいつでも大丈夫。レムもスバル君が大丈夫なら、いつでも行けます。もちろん俺は大丈夫だ。ということで、一丁やってやるとしようぜ。
重新嚟过。嗱，轮回可以保留记忆，同埋有部分道具可以用到。有啲任务失败就唔代表死亡嘅，即系冇得轮回，变咗 game over 啦，就唔可以用整死阿茂呢个策略啦。嗱，今次我哋有经验啦，试下呢一度先。オットーが言ってた火の魔鉱石はきっとこれだ。よし、火の魔鉱石ゲット。こっちが爆。攞到啲手榴弹啦。趁仲有时间，我哋去清理隔篱条桥。ここ应该要花多几弯嘅。許さないんだから。我哋继续啦，唔好理佢。你哋慢慢打，加油啊！仲未得，要坚持到底啊！レムが相手です。再过一阵子，系咪呢一弯搞掂咧？好啦，条桥通咗，佢哋嗰边都过咗桥。呀，やってやりますよ。我哋去埋伏佢先。呢嚿石可唔可以用咧？而家？ここからなら隠れつつ魔鉱石。もうちょいだってのね。距離太遠啦，等佢哋行過嚟受死啦。厲害啊！マジかよ。使乜我哋打咧？其實講真，ここからなら隠れつつ。もうちょいだってのね。有冇搞錯？咁都未夠近。呀！女巫一嘢都 kill 咗人哋。啊，よかった。クソ。現在可以掟喎。よし、今だ。食らいやがれ。よっしゃ、一丁上がり。成功搞定。次はどうする？嗱，雷姆應該行我哋新開嗰條橋。呀！哇，奧托都可以吉死一劍喎，又話冇乜攻擊力。我哋冇曬道具，即係要拎新嘅炸彈啦。呢度会唔会有咧？オットーが言ってた火の魔。よし、火のこっちが爆風に。又立到一个。好啦，跟住我哋要去头先嗰个石头再掉多次。我谂呢个系可以嘅。お前でラス。よし、これで全員足止めできたはずだ。やっちまえ！おお、又用一堆。援軍が駆けつけるなんて聞いてねえぞ。なんで又要死ろうち。スバル君、どうしますか？で、有位大侠过咗嚟帮手啊！盗賊団の援軍が来た時はどうなることかと思ったけど、なんとか追い払えたな。それもこれも全部。总之就唔使死多次啦。あんたたちのおかげだ。あんたたちの助太刀がなかったら、さすがにエミリアとレムでもやばかったかもだ。呢个都系新角色嚟嘅。あれ？もしかして俺シカトされてる？ごめんなのよさ。サルモは無口で誤解されやすいの。それでいつも苦労してるのよさ。お、そっか。いやむしろ安心した。いきなり無視されたのかと思って焦ってたから、とにかくありがとな。どういたしましてなのよさ。あたいはポーカ、こっちはサルム。俺は夏希スバル。んでこっちにいるのがレムと申します。サルム様、プーカ様、ご助力ありがとうございました。そんなにかしこまられると困るのよさ。あたいたちは恩に着せたいわけじゃ。ねえサルモ。
佢完全都唔讲嘢，不过有个代言人喺隔篱。何か言いなさいって言ってるのよさ。すごく仲良しなのね。見ていて楽しくなっちゃった。うんうん、仲良きことは美しきかなだよ。まあ僕とリアも負けてないけどね。あら、もしかしてそちらさんもあたいたちと同じ？え、そうなの。ごめんなさい、自己紹介が遅れて。私はエミリア、こっちの子がパック。あなたたちと同じ精霊術師よ。同業者としてよろしくね。さっきは手助けしてくれてありがとう。あれぐらい大したことないのよさ。それに、それに、今あなたパックって呼ばれてた。それってもしかして、え、誰でしたか。わかんないなら反応するんじゃないわよ。今はあんたはいいの。そんなことより、もしかしてあなた、うん、あなた様は大精霊ですか？その四大に連なる。ああ、そんな大げさな反応しなくていいよ。確かに僕に関する噂は大体本当だけど、見ての通り可愛い猫ちゃんだからね。その言い方、実力隠してるヒルアンドンっぽくて微妙に嫌味だな。それはスバルの受け取り方が悪いんだよ。こんなにプリティなのにひどいにゃ。仲要隱藏埋大髀好舒服呢樣嘢添。いや、それにしても、ドゥーンガン。あ、スバルくん、ちょっとあんた、大精霊様になんて口の利き方してるのよさ。俾个破壳打咗嘢啊！四大に連なる大精霊様は、そんちょそこらの精霊とは格が違うのよさ。もっと敬意を払いなさい、敬意を。まあまあ、そう怒らないで。君もかしこまらなくていいよ、ブーカ。僕のことは気軽にパックって呼んでね。そんな恐れ多いです、大精霊様。精霊界の上下関係みたいなやつか。パックってそんなにすごかったの？うん、そうなのよ。私のパックすごいの。皆さん、助かった行商人の方々がお礼を言わせてほしいって言ってますが。唔使客氣、我見你都好努力。おっと、そうか。そしたらプーカとサルムさんも。プーカ、そろそろ。あたいたちはそろそろおいとまするのよさ。え、言っちまうのか。みんな二人にも礼が言いたいと思うぞ。それは嬉しいんだけどね。あたいたちも先を急ぐ身の上なのよさ。だから今日のところは失礼するわ。あたいたちの分まであんたたちが感謝されておくといいのよさ。それじゃ。あ、サルム、プーカ、手伝ってくれてありがとう。また会いましょう。ああ。わお、返事するなんて珍しい。もちろんあたいたちも同じ気持ちなのよさ。なんて気持ちのいい連中なんだ。何です、スバル君。いや、立ち去る背中に言いたくなっただけ。そしたら俺たちはお言葉に甘えて、せっかくの功績をひけらかすとするか。功績をひけらかすですか。やれやれ、スバルらしいったらないね。我打场仗之后见到新的原创角色啊，应该都是去皇都的。咁今集阿卯净系死咗一次嘅啫，好似唔系好够喉，睇下嚟紧可唔可以用多几次，等佢辛苦啲咁样打落去啦。我哋下集见，多谢收睇 ，thank you， 拜拜。